今日はブルーワインを作りました。美味しい。今日私が入れたスパイスはシナモンとスターアニス、そしてクローブです。好きなスパイスとフルーツをワインで煮込むだけなので簡単にできると思います。寒い冬はホットワインに限りますね。ではそろそろ寝ようと思いますが、私が最近使っている枕がとてもお気に入りなのでご紹介させてください。こちらはサバキューストアのカルクスブランドから発売されている首と肩がホッとする枕プラスです。一つ前のモデルは累計5万個を販売しています。パソコンやスマホの使いすぎで首や肩のこりに悩まされている方も多いと思いますが、それに加えストレスや冷え、運動不足も肩こりの原因とされています。そこでこの枕を使って睡眠前に首と肩を温めることで心地よい温度に癒されながら眠ることができます。枕の電源を入れるとこの部分がじんわりと温まるのですが、これにより体がスーッと楽になり、リラックスタイムを味わいつつ心地よい眠りに誘われます。美容室でもシャンプー台で首の下に蒸しタオルを入れてもらうのって本当に気持ちいいですよね。そんな感覚に似ています。その心地よさはまるで極上な温泉に浸かるかのような贅沢な感覚です。ぬくもりに包まれて気持ちよくてうとうとしてしまいます。首部分と肩部分を分けて温めることもできて、温度は4段階で設定が可能です。首と肩を温めることで手先、足先の末端まで徐々にポカポカしてきて、全身も温められ、体が疲れている時や寒い夜に癒されながら眠ることができます。そしてこの枕は温めるだけではなく、首振動機能も搭載されています。疲れた首に優しく振動を与えることで、より気持ちの良いリラックスタイムを過ごすことができます。振動部の回転機構にもこだわっていて、使用時に振動機特有のかゆみが発生しないよう、大きく重い振動装置を採用しています。首をトントンと叩かれているような心地よい感覚で、5段階の強さで設定が可能です。枕の振動機能が起動すると、まるで波が心地よく押し寄せてくるかのような感覚に包まれます。その振動は力強さと優しさが絶妙に調和し、リラックスタイムを過ごせます。オフタイマーもついています。タイマーは5段階で設定が可能です。オンタイマーも設定可能です。目覚ましの1時間前から枕を温めることで、寒くて辛い朝も心地よいぬくもりで目覚めることができます。リモコンは直感的に操作できるシンプルなデザインです。首と肩の部分と頭の部分で違う素材を使用し、負担は最小限に抑えた寝姿勢で眠ることができます。首と肩の部分は首のカーブに合わせて体を支えるためにもっちりやや固めなウレタン素材です。 1.5 センチと高さ調整パッドが2枚入っているので、体にフィットしやすく好みの高さに調整できます。首のカーブが整うことでストレートネック対策にもなります。これにより睡眠時の首の詰まりが解消され、いびきの軽減や睡眠時の首しわ対策も期待できます。左右も少し高くなっているので、横向きになった場合でも頸椎がまっすぐ維持され、適切なサポートが得られます。62センチと幅広のため寝返りも打ちやすいです。首と肩の部分には消臭効果のある竹炭成分が入った素材が使われているので、清潔な使い心地と同時に消臭効果も期待できます。頭の部分はふわふわなエアスルーファイバー素材で通気性に優れています。これにより睡眠時の後頭部の熱と蒸れを軽減し、頭を冷やすことで深い睡眠が促進され、睡眠の質が向上します。良質な睡眠を得るためには頭部を冷やし、耳から下の首の部分は冷やさないことが重要です。使うまでは異なる素材がどれほど寝心地に影響するのか疑問でしたが、使用してみると驚くほど心地よい睡眠が得られました。冬の寒さで首や肩が冷え、夏はクーラーで冷えるため体温調節の悩みは絶えませんが、この枕はオールシーズン快適な睡眠環境を提供し、極上のぬくもりで癒しの睡眠を届けてくれると感じました。枕カバーは肌触りも良くてお洗濯が可能です。
カラーは私が使っているライトグレーの他に、ライトピンク、ダークグレーの3色から選ぶことができます。洗い替えで枕カバーのみの販売もあります。首と肩がほっとする枕プラスは、癒される睡眠を作り出すためのこだわりがたくさん詰まった枕です。心地よいリラックスタイムを過ごしたい方におすすめの枕で、皆さんも一度体験すると忘れられない心地よさが実感できると思います。贈り物にも大変喜ばれると思いますので、気になった方はぜひ下の概要欄のリンクをチェックしてください。購入時に無料のラッピングバッグをつけていただくことができ、クーポンも発行中です。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。